全就活生の中で、まあ、最もこう周囲から信頼されるかつ最も熱い人かなと、まあ、正直思ってます。鈴木劇場はすごいミュージカルなのかなと思って就活強い人ってここなんだって思って。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は合格者の面接公開シリーズということで、三菱地所の内定者の鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回の面接官は、豊丸さんです。はい、こんにちは、豊丸です。パーポ芸人やってます。面接官役をやります。よろしくお願いします。架空の福田地所の、面接をですね、始めさせていただきたいと思います。はい、面接官の豊丸です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ではですね、はじめに、鈴木さんがですね、今就職活動をされる中で、どういった基準で会社選びをしているかについて教えてください。はい、私はどういった基準で、会社選びをしているかと言いますと、大きく、3つあります。1つは街づくりに携わること。で、2つ目がグローバルに働くこと。3つ目が自分の強みを発揮して、仕事をするっていうこと。この3つで、就職活動を今進めさせていただいております。ありがとうございます。はい、その街づくりとグローバルと自分の強みっていう3つのポイントでされているところでしたけど、はい、具体的にじゃあなぜそういうその3つでされているかっていうのを教えていただけますか。はい、わかりました。僕はですね、まず1つ目、まあ、街づくりに関してなんですけど、まあ、これは正直街づくりに興味を持ったっていうところから話させていただきますと、まあ、僕の出身のところが結構まあ、関東地方なんですけども、東日本大震災 の, 影響をすごく受けましてですね、僕のところ震度6弱だったんですよ。その時に僕の地域っていうのがみんなこうすごく街が壊れてしまっていて、すごく一時期街がすごく落ち込んでしまった時期があったんですね。で、それからどんどんこう街並みが復興していく姿を見て、人々がすごく元気になっていったこう様子を見る中で、あ、こう空間というか街づくりで街づくりというものが人にすごく深い影響を与えるんだなというふうに思っていて、で、どうせ何か自分が仕事をするんであれば、まあ、人に、より多くの人に深い影響を与えたいなっていうところで、僕は街づくりをやってみたいなっていうので、街づくりに興味を持ちまして、大学の建築学科っていうところに入学したっていうところがあります。で、二つ目のそのグローバルっていうところなんですけど、僕、前提から話すとグローバル経験って今まで一回もないんですね。ないんですけれども、じゃあなんでグローバルなのかって言った時に、僕すごく上昇志向がすごくありまして、やっぱりこうグローバルでこう将来働くってなったら、やっぱり自分と今までこう自分のこう価値観では、自分のこう価値観では、すいません、大丈夫ですよ。グローバルで働くことに関しては、やっぱりこう、自分とこう違う、考え方であったりとか価値観を持った人とやっぱ一緒に働かなければいけないっていうところで、すごく乗り越えなければいけない金目って国内で働く以上にすごくあると思うんですね。で、やっぱり僕は上昇志向あるの、どうせやったら働くのであれば成長したいっていう思いが強いので、やっぱどうせやったらそうしんどい経験ができるグローバルで働きたいっていうのがまずあって、グローバルっていう時間が出てきました。で、最後に、自分の強みを生かすっていうところなんですけど、やっぱりじゃあまずなんで自分の強みを生かしたいかっていうところになると思うんですけど、やっぱりどうせ働くのであれば、やっぱりこう自分の強みを発揮して働いた方が生き生きと働けるのかなと思って、まず自分の強みを発揮したいと思いました。で、具体的にどういう強みなのかって言いますと、僕は今まで部活動をいろいろ結構リーダー経験をしてきたことが、まあ、すごく多かったんですね。で、そこでやっぱりこういろんな人とこう交渉したりだとか、で、一つの、プロジェクトを自分がこう束ねて推進していったりだとかっていうところが、まあ、すごく多くて、まあ、それが活かせるのが、デベロッパーっていう業界だったので、僕は今回デベロッパー業界を志望しているという感じになります。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ他の会社を受けていらっしゃるのも、はい、基本的にはデベロッパーで見られてるんですかね。そうですね、デベロッパーとは総合商社を見ていました。はい、ありがとうございます。ではですね、二つ目の質問なんですけども、はい、今の話ともつながるかもしれませんが、鈴木さんがこれまでの人生で成し遂げた何か一番大きな経験、出来事について教えてください。はい、それは大学時代に所属していた部活動の経験になるかなと思います。特に4年時には、まあ、チーム100人ぐらいのチームなんですけれども、まあ、そこの主将として、まあ、チームをこう束ねるためにこうどうしたらいいかみたいなことを日々試行錯誤していました。で、その中で最もその自分の中で大きなことを成し遂げたなっていうのは、同期20人が、コロナウイルスの影響でこう練習があんまできなくなってしまった時にすごく落ち込んでしまったんですね。っていうのもやっぱりこう最上級生っていう時にやっぱりこう大会が直前なのに思うより練習ができないっていう中ですごく落ち込んでしまった同期を
自分がこう関わることでしっかりこうモチベーションを再びこう上げて最後の練習しっかりみんなで以前と同じような熱量を持ったまま練習に取り組めるっていう状態に持っていくことを、まあ、すごく意識して やったことかなと思うんで、それが一番あの僕の中で人生を振り返った時に一番あの大きな成し遂げたことかなと思っています。具体的にはどういうことがあるんですか？まあ、同期が20人っていうさっき説明させてもらったんですけど、大きく2つのタイプの人間がいてですね、まあ、1つのタイプは、もう部活ってかスポーツが好きでとりあえず勝てればいいやっていう思考のタイプの人間、もう1パターンが、まあ、勝ち、まあ、もちろん大事なんだけどもというよりは、まあ、みんなでこう1つのものを作っていこうよであったりとか、部活動でこう人間性をしっかりこう高めていきたいなっていうタイプの人間、この2パターンのタイプの人間がいて、でその後者 その人間性をこう高めていきたいなっていうタイプの人間の方は、まあ、こうモチベーションが落ち込んでしまった時もしっかりこう話して、まあ、こういう時期なんだけれどもしっかり頑張ってみんな乗り越えようよって話をしたら、まあ、スムーズにこうあの分かったよっていうところであの納得していただけたんですけど、やっぱりこうどうしてもスポーツだけが好きっていう、スポーツだけとりあえず勝ちたいっていうタイプの人間はやっぱりこう部活ができない時期とかってすごいやっぱりモチベーションが低かったんですね。ただ僕がそこでこう、取った行動としては、やっぱりこう、せっかくこうみんなでここまで4年間やってきたんだから、やっぱ最後までやり遂げようよっていう話をこう伝えたっていうのと、まあ、僕自身があとは姿勢で見せることしかできないなと思っていて、こう、練習ができない中でも、まあ、大学側に、もっとこうしたら、こうこうこういうふうな規制とか、自分たちで感染症対策を徹底するので、練習をさせてくださいっていうような行動を、交渉することで、その、モチベーションもない子たちに僕はここまでやったからどうし本気で僕はやりたいと思ってるからついてきてほしいってことを言って、最終的には分かった、お前がそこまで言うんだったら やりたいと思うっていう話をいただいて、最終的にはモチベーションを上げられたっていうのが具体的な話にはなってますね。なるほど。その皆部員のモチベーションを上げられたことによって、はい、何かこう得られた成果といいますか、はい、どういった結果になったかというと、どういった、はい、そこの結果がですね、本来はその大会が行われて出場する予定だったんですけれども、その大会の直前にその大学の方からコロナウイルスの影響で試合が出ちゃダメだというふうなことを言われてしまったので、最終的にその目に見える形っていうのは残らなかったんですね、まあ、ただそのやっぱりこう最終的な練習の雰囲気とかっていう面では他のコーチの方々であったりとかからやっぱりすごく最後は一体となってまとまったいいチームだったというふうには言っていただけたかなと思ってます。はい、ありがとうございます。今の話というのは結構、はい、そうですね、鈴木さんが一人で同期の部員の方々を動かすっていうことを努力されたのかなと思うんですけど、はい、やっぱりこう100人もいるチームの中でその一人だけではなかなかできないことも多いと思うので、チーム全体としてどういうふうに、動いていくかっていう考え方は何か工夫していたことだとあったら。あ、はい、ありました。っていうのですね、まあ、僕たち この部活動っていうのが絶対的なこう監督がいるというよりは、まあ、学生主体で部を運営している部活だったんです、となると、まあ、すごくこう最上級生がこうどうその部活で行動するかみたいなのがすごく重要になってきます。でなので僕たちがこう代が変わって自分たちの代になった時に4年生全員にしっかりこう話し合ってしっかりこう4年としての行動指針を決めようって話をしました。でしっかりそこで行動指針を決めることによって下級生からの見られ方っていうのが、まあ、すごく4年生の見られ方っていうのがしっかりしたので、下級生からの信頼がしっかりつかめることができて、チームがうまく回ったのかなと思ってます、その上級生と下級生の関係性を意識したということですね。はい、そうですね。ありがとうございます。ではですね、もしかしたら今の話につながるかもしれないんですけども、はい、これまで鈴木さんが、人生を送ってきた中で直面した一番大きな困難っていうのは何だったか教えてください。はい、一番の困難はですね、外部コーチを部活に、僕たちの部に招き入れたところかなと思っていて、っていうのも僕たちの部活っていうのはちょっと特徴的で、そのコーチっていうのがこう自分たちの部活の OB が毎年こうやってくださっているっていう形で、外部の方っていうのは全く今までいなかったんですよ、まあ、ただやっぱそういうの状況が続いていく中で、どうしてもそのチームの強さのレベルっていうのがその限界がちょっと見えてきた部分がありまして、まあ、僕たちの代でここはやっぱ大きく何か変えないとこれから上に行けないなっていう時に、僕が一個目をつけたのは外部コーチを新たに招き入れるっていうことだったんですね。
で、そこでやっぱり外部コーチを招き入れるっていうところで2つやっぱり大きな障壁がありまして、まずそもそも自分たちのこうあの部活のこう関係性しかなかったので、もう他とのつながり全くないので新たな外部コーチを探すのがすごく大変だったっていうことと、うん、外部コーチを招き入れるにしてもやっぱりこう OB 会というか 今までの歴代の先輩方がやっぱりこう急に新しい方をこう入れることに対してすごく抵抗があってすごく反対されていたんですね。だそこをすごく交渉するのがすごく大変だったんですけれども、最終的にそこを乗り切ってあの外部コーチの方を3人を招き入れることに成功したっていうのが僕の中で一番大きな、経験だったかなと思います。ではですね、最初にあの会社選びの基準について聞かせていただいたんですけども、はい、改めてですね、その数あるデベロッパー会社の中から弊社を選んでいただいて志望いただいている理由について教えてください。はい、結論から申しますと、まあ、正直人で僕は判断しました、うん、各社、デベロッパー業界の中でも有名な企業さんすごくあって、あの各社そのいろんな強みがあると思うんですね、うん、で僕がでもやっぱり大事にしているのがやっぱ人だったんですね。っていうのも、まあ、各社こう3人から5人程度 OB 訪問させていただく中で、御社っていうのが一番あの僕が直感的にいいなと思いました、うん、なぜ直感的にそこがいいなと思ったかと言いますと、御社の社員、会う社員さんがみんなその自分の仕事に対して誇りを持っていて、自分の仕事のことをすごく楽しそうに話していたんですね。かつその、まあ、一就活生なのにすごく真摯に対応してくださって、僕はそのいろんな社員さんとお会いした中でその社が一番そのような人が多いと感じましたし、直感的に一緒に働きたいなとすごく思ったので、あの御社を志望させていただいたという経緯になります。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、弊社として人間として嬉しいですね。そうですね、あとですね、やはりこうちょっとこれは答えづらい質問かもしれないんですけども、はい、やはりですね、あの会社というのは組織である以上、あの街づくりですとかそのグローバルっていう話が最初に走りありましたけども、はい、なかなかですね、そのいわゆる街づくりに携わる部署ですとか、まあ、グローバルではなくドメスティックな部署っていうのどうしてもあるんですけど、ね、はい、で鈴木さんがそういった、まあ、最初希望していたイメージしていなかった部署に配属された時に、まあ、どういったことを考えて、どういうモチベーションで仕事をされるつもりかという部分についてお話しいただけますか。はい、わかりました。あの私は最終的に会社生活を通してどこかで街づくり その開発業に携わればいいなっていう考えを持っています。で最初例えば新卒で入社して全然違う部署に入ったとしても、まあ、それはあの全力で仕事をさせていただきたいと思っています。でそのモチベーションがどこから来るのかっていうふうな、まあ、ことだと思うんですけど、僕は正直この会社を入社するっていう覚悟を持った時点で、あのその会社に貢献したいっていう、その会社を大きく成長させて、まあ、自分がこう引っ張っていきたいっていう思いで僕はその企業を最終的に内定を承諾するつもりなので、その承諾しても入社した時点で、あの、まあ、どこの部署に配属されようが、その企業が成長するためなんだったら全然あの自分が、まあ、犠牲になっても貢献していきたいなっていう気持ちで、あの働いていきたいなと思ってます、うんうん、なるほど。長い目で見て、そうですね、組織全体で見てるってことですね。はい、ありがとうございます。ではですね、何かこう今までの人生で一つこう、あ、こうしておけばよかったなという、まあね、後悔されていることがあったら教えてください。はい、今までのそうです、ね、人生後悔していることといえば、高校生の時の話になるんですけど、うん、高校生の部活動の話ですね、まあ、高校生の部活動の時も、まあ、またその主将をやらせてもらっていた時があったんですけれども、まあ、その時の自分っていうのはすごくプライドが高くて、こう周囲にあのすごく頼れなかったんですね。なので例えばじゃあチームで何か問題が起こったりだとか、もっとこうしたいなっていうことがあったりだとかしても、自分一人でこう解決しようとしまって、すごく空回りしてしまった時期があったんですね。やっぱりこう首相という立場がこう結局一人で空回りしてしまうと、やっぱチームのみんなもすごくやっぱりこうあんまりついていきづらい雰囲気とか、やっぱチーム環境もよく悪くなってしまって、一時期結構チーム環境っていうのがすごく悪くなって、まあ、チームがあまりうまくいってなかった時期がすごくあったので、まあ、今その、まあ、振り返った時にその時期にしっかりこう周囲の方にこう自分の意見をぶつけたりだとか、しっかり周囲の人を頼って協力して何かこう作っていけるようにできたら、もっとあのいい結果にできたのかなとは正直今思ってます。なるほど、まあ、その経験が大学の部活動の中に生きているところですね、うん、はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。ではですね、こちらからの質問は以上になるんですけども、はい、何か最後に鈴木さんから言い残したことがありましたら、はい、ぜひお願いします。はい、僕は
まあ、全就活生の中で、まあ、最もこう周囲から信頼されるかつ最も厚い人間かなと、まあ、正直思ってます。うん、で、まあ、この先、まあ、もしこう入社させていただく機会がこうありましたら、まあ、将来 何年先か何十年先かは分からないですけども、御社をこう引っ張っていくそんな、リーダーになる自信はすごくあります。ですので、まあ、本日の面接を通して、まあ、少しでもいいなと思っていただけましたら、入社を承諾していただけると幸いです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今の鈴木さんの面接を聞いて通したいと思ったかどうか札の方を挙げていただいてもよろしいでしょうか。はい、丸です。内容じゃなくて全体的にまず印象として頭の中が整理されてるからすごい、うん、何を投げてもそれに対して常に答えを持っているんだなっていうのが感覚としてすごいありました。ネガティブなフィードバックするとしたらちょっと抽象的な話が多いかなと思っていて、例えばそのチームが悪い環境にあったとか練習がうまくいってなかったっていうのは具体的に何がどうなっている状況なのかっていうのがちょっとわからないなと思ったので、具体的になんかどういう成果があったのかっていう話とか具体的に何をしたんですかっていう質問をさせていただいたんですけど、まあ、そこは何か出席率なのか練習の仕組みどう変えたのかみたいな話があるとまあよりいいのかなとはちょっと思いました。すごくこう簡潔に最初に一言で簡潔に答えてから詳細を聞かれてからつけていくみたいなスタイルがすごく分かりやすいなと思いましたし、最初のその街づくりとグローバルと強みを生かすっていう部分も社会と会社と自分の利益を全てこうちゃんと捉えながら会社を選んでるんだなっていうのが伝わってきてすごくいいなと思いました。うん、いや本当そうですね。キャッチボールがスムーズでしたね。鈴木劇場はすごかったミュージカルなのかなと思って言ってるんで相当な多分練習をしてるんだろうなっていうのが伝わってきましたね。そうでしましたね、練習は。就活強い人ってここなんだって思って。キャッチボールで分かりますね。そう。たたずまいというか話し方で、うん、おーすごいって思いますもんね。輝いてるもんな。まあでも、今の状態になるまですごい努力されたというか、うね、最初は全然できなかったけどっていう部分ですね。ということで、その秘訣は後ほど別の動画でお聞きできたらなと。思います。ちなみにトレマルさんの SNS のリンクは下の概要欄のでよかったらフォローお願いします。今回は三菱地所内定者の鈴木さんにお越しいただいたんですけども、他の動画でもいろんな企業の内定者の方に来ていただいたのでよかったら他の動画も覗いてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。